6時駅は、千葉県松戸市六味四丁目にある、東武鉄道の打線の駅である。駅番号は、TD29、旧駅名看板東武鉄道の駅で唯一松戸市に、所在する。初富及び、下宇佐大地開発も参照クリップ現代図に、松戸市市掲載の小金木を重ねた地図より、東駅周辺明治新政府の手により、小金木の開墾が行われ、開墾地には、 開墾順序に合わせて地名が付与された。六日は、小金木の中野牧にあたり、六番目となる。他、初富、二羽、三崎、豊かし五甲、七坂へ、八幡、九尾城、十層、十四一、十四二、十四三の順に続く。駅名では、初富駅、二羽向田台駅、三崎駅、豊敷駅、敷駅五甲駅、八幡駅総武本線がある。 六時地区は五甲地区と隣接しており、五甲六味という一つの大技もある。駅ホーム相対式ホーム二面二線を有する地上駅。駅舎は柏方面ホーム側にあり、船橋方面ホームとは、古戦橋で連絡している。留置線には、高柳駅北側の車両基地が完成するまで、当駅発着の列車が留置されていた。なお、柏側の線路とはつながっているが、 船橋側の線路とはつながっていない。かつてはこの側線の船橋側から現、海上自衛隊下宇佐航空基地までの専用線が分岐していたが、開通、廃止年月日などを含めて詳細は不明である。新鎌ヶ谷駅船橋駅間の乗車人員は、この路線では大宮駅かスカウ駅間に次いで多く安定した収入源となっている。 かつては、単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線の配置で、東側には2線の留置線があり、当駅発着の列車は、中線の2番線を利用して、朝と深夜に運転されていた。ただし、本線の3番線は分岐器の分岐側を走行するため、時速 35km の速度制限を受けていた。なお、車両基地は、 北隣の高柳駅の近くにあるため、行き先表示器には、高柳の設定があるにもかかわらず、当駅止まりの列車は、車両基地まで改装された。2020年3月14日のダイヤ改正で、当駅を発着としていた列車は、高柳駅に変更され、当駅止まり、当駅始発は消滅した。また、抽選の2番線が、下り本線に変わり、 かつての本線であった3番線は廃止となり作が設けられた。また当駅はダイヤ改正前は急行の各駅停車区間であったため上下一本ずつ設定されていた春日部まで各駅に停車する急行は停車していたが改正後は同種別も通過となった。柏方面の当駅、坂西駅間は長らく単線であったが2019年11月17日に高柳駅 坂西駅間、同12月15日に、高柳駅等駅間も複線化が完了した。朝は等駅で長めに停車する列車が設定されており、車掌によっては、夏季冷房期間と冬季暖房期間に、各車両に4箇所ある客用ドアの内中間の2箇所を閉めることがある。発車時刻が近づくと一旦すべての客用ドアを開けた、あと客用ドアを閉めて出発する。 2011年3月にホームと個線橋を連絡するエレベーターと一番線ホームへの多機能トイレが設置された。また、駅構内の案内板がピクトグラムを用いたデザインのものに更新された。駅名標と路線図が従来の釣り下型から自立式案内板に変更された。また、発車表も設置された。ちなみに、 新鎌ヶ谷駅管制まで、当駅が東武鉄道内で最も東に位置する駅だった。2018年度の1日平均乗降人員は15,387人である。近年の1日乗降、乗車人員の推移は以下の通り、六高台桜通り、千葉県立松戸六、実高等学校渡り駅周辺は、松戸市と鎌ヶ谷市の境界部であり、 関西な住宅街と商店街である。駅周辺には、千葉県道8号船橋阿鼻子線、千葉県道200号6実停車乗線、千葉県道200、また、新鎌ヶ谷駅まではほぼ直線区間で、当駅から新鎌ヶ谷駅周辺の建物を確認することができる。なお、駅東側約1キロメートルほどのところには、海上自衛隊下宇佐航空基地があり、車内から、 航空機の離着陸を見ることもできる。東武鉄道東部アーバンパークライン急行通過。普通高柳駅6時駅新鎌ヶ谷駅。ありがとうございます。